こういうストロークの練習ができない人は一生パターンはうまくならないと思います単純にやればいいんですよこういう練習をやらんからおかしくなるんですよなんでこういう練習しないんだろうねそのやり方を教えるのが勝負の役目でしょあ、まあそうです、ねうん、はいみなさんこんにちはてけてけゴルフチャンネルの桜井です今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ、今日ははい 大好評のパター動画です。おお、いい、ね、これね、結構プロたちも見てくれてるんですよ。あら、嬉しいですね。アマチュアの方だけなのかなと思ってたら、あらプロゴルフたプロゴルファーたちも結構参考にしてます。なるほど。ただ今日の動画内容は、はい、アマチュア向けです。ああ、アマチュアの方向けただプロゴルファーとかでも、ちょっとやっぱり入らなくなったりとか、うん、気持ち悪くなったなーっていうところは。 時にやっぱこういう今日当たり前なレッスンなんですけど、こういう当たり前なことができてないことが多いので、なるほど。やっぱその辺からね、こうパターが不調になる原因があるので、今日はその動画を作っていきたいと思います。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずパターで、はい。なんと思います？一番こう苦手、アマチュアの方見てて、あ、うまいかな、得意じゃないかな、ああ、って思うときって何かあります？ ああ、まこれはうんいろいろあるじゃん。カマエとかもあるのかなあそうです、ね。やっぱ構えなんですよね。うん、うん、そのまカマエってアドレスでまいろいろいろんな動画をくれるした、こう釣る人もいれば、はいうん、僕見たいにハンドダウンして前傾深くしたりとか、はい、うん、手で打つ人もいるし、うん、こう固定してこう肩でストロークする人も、うんまあいろんな人いますよね。うん、こうやってクローグリップでもねは。 クロ,ロスハンドでも長尺でもはいろいろ、はい、あるんですけど、ねうんまあ今日言うことはいろんな人全般に、うん、のことでまず打ちたいところにフェースが向けているのかなるほどここがやっぱり一つの一番最初のキーポイントです、ね、そうですね、はい、それに対して、はい、やっぱり体の向きも平行に立てているかとあ<ー>なるほど、はい、ここが結構ずれている方が多いです。 かなりい特に多いの打った瞬間に頭がずれる方とかこう見る方こういう人もいる早めにこうやって上がる人もいるしこういう感じでもやっぱ一番多いのはどちらかというとこういう感じですねこれはやっぱショートパットになった時にやっぱ早く見たいとか分かるんですよ気持ちが。早く見たいから こうなるっていうのも一つあるんですけどうん、うん、結構多いやつ、はい、フェースが結構右向けと右向いとって<う>体のラインも右向いとってはい、はい、これまあストレートとしたらですね右縁ぐらい見とってこれにカップにこうやってちょっと膨らみなんですけど。いわゆる 結局向いてる方向関係なくなってるじゃんっていう,うことですよ、ね。向いてる方向と打ちたいところの意識が、うん、意識し打ちたい方向がまずもうおかしくなってる。ずれちゃってるっていうことですね。はい。なんでやっぱりね,ね右向いといたら、うん、まあねフェイス通りって言ったらこう動きますよね。うん、そうだね。右向いとったらうん、うん、でもこれが実際ここから思ってるのってカップど真ん中なんで、うん、この感じから,から。はいはいはい。 こうやってまあは入るっていうねはいはいはいなるほどこれね結構多いんですよ多いっすねめちゃくそう言われればならこうスロックでこう被ってますよとかこうやって開いてますよって言ったとしてもそもそもフェースの向きと自分が思っている方向が合ってなければまあこれショットもそうだそうなんですけど合ってなければ軌道が変わっちゃったりとかフェースのこう ね、使い方がおかしいですね,ね、うん、特にこういうちっちゃい動きなので余計におかしく見えてしまうもうもろ、ね、<laughs> クラブのこう動きが見えてしまうんでまずは「思ってるところ」にフェースが向けれてるっていう、うん、まあいろいろありますね今機械でセンサーつけたりとかそうです、ね、はいしっかり思ってるところ向けてるのと。うんうんうん ね、実際の意識とフェイスのターゲットの向きが合ってれば、はい、やっぱ。あのストロークはあストロークというか、パターは綺麗になるし、死にはやっぱ当たる確率は増えますよね。増えるよね。はい、な,るなるほど、なるほど。やっぱり、そうだよね、アマチュアの方って。打ちたい方向。打ちたい方向に向けて。ないそれがやっぱり一番の、ちょっとこう悪く、悪くなるというか、あんまり得意と。 できなないところにあるのかって思すねだからまあちょっと今日3本ぐらいスティックとかもいいんですけど持ってきてるんですけどこういうクラブクラブを持ってきてもらって分かりやすくちょっとオレンジ色と白あれ分けてるんですけどこれをまあ打ちたい方向ちょっとこれフックラインなんでちょっと右向けますけどこういう感じかな。 ああいいでこれはまあこの幅っていうのはこの、まあ、実際このパターンパターの幅でパターンの幅で若干ちょっと大きく持っとってもいいですけどうん、うん、これに対してこのまあスタンスを平行にはいはいはいなるほどなるほどこれ大体平行ですかね平行ですねはいだこういう訓練をした方がいいですね家とかでも なるほど。そう,そうそうそう。サライメントの取り方って感じですね。そうですね。でこのままこう打てばやっぱ入りやすくなってくるんですね。ここがフェースの向きと、まあ、これ簡単なやつですよ。よ、うん、もうちょっとあのね今すごいいろんな機械あるんであれですけど、うんうん、まずはシンプルにこういうところができてないといけないですね。 結結構構シンプルやけど、はい、できててないい人って結構多いよねいます,いますだからフェースが逆に向け取ったとしても、うん、この体のラインがこういう感じだと普通にこう普通にこのオレンジの方にストロークしようと思うと、うん、こっちが出てるんで、うん、逆に邪魔すぎて。 こうやってフェースがこう開いて左肩がこう浮いたりとかしちゃうんでまずは苦手な方ほどこういうまずアライメントアライメントってこう向きですね方向性という向方あこれがやっぱ今大体いい右縁ぐらい向いてて足のラインとか体のラインも右縁と意識がまあ意識は右の意識があるのでそのまんま打つと。 あそうするとやっぱきれいにストロークができやすいそうっすよねはいスティック状にずっとパターヘッドを動かせば絶対入ってくれるわけですよねそうですそう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 かそうそうそ、まあ、うそ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 うちゃそうそうそなんうそうそうそうちゃそう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 ういうこうクラブを使っ うん、工夫してやっぱりみんなやってたじゃないですか、うん、やってた、うん、これはねなかなかねアマチュアの方こういうのをやっぱりひたすら,、うん、らいかに向きとフェースの向きと自分の向き、うん、打ちたい向きが打ちたい方向が一致してるかが鍵です。 もうそれの確認ってことですよねそうです確認と癖をつけるためにこのライン、やっぱり僕、今ちょっとやったらちょっとこの前、パター悪かったんですよ、うんうん、悪くて、この感じすると若干、なんかこう、左足が出てる感じがするんですけども。 でも全然まっすぐなもんねまっすぐですよね、うん、あこれだったらストロークはしやすいんでやっぱここにもやっぱ一回原点に、うん、なるほどね、まあ、プロゴルファーでもこういうところに戻った方がいい,い,いと思いますねやっぱり感覚って変わってくるんだよね、はい、あもう絶対変わってきますねやっ,やっぱりこうマイラウンドをこういう後ろからしっかり見て打ちたい方向にしっかり向けてるかどうかそうそうそう ここね、やっぱこうやっぱこうシンプルというか地味ですけどう、ね、こういう練習を繰り返してやった方がいいですねだからやっぱり小っちゃい動きほど操作できるじゃないですか自分でね何とかここでやっぱこう大きく振れば振るほどクラブがやっぱこう遠いところに行っちゃうんでう、ね、意識よりうん、うん、あ体よりですねちょっとこう操作性が難しくなるんですこういうパターンとかは操作が 性ができるじゃないですかもう手でも何とでもできる、うん、だからこそちょっと危ないですよねそうだね、はあ、だからこういうアドレスっていうか向き向きっていうのを本当に大事にしてもらわないと一生入らないと思いますああ確かに、はあ、やっぱり芯に当たらないと自分が思っているラインに乗らないのでラインに乗っても転びが悪いからかラインが正しく読めた年と,とっても やっぱ心転びが悪いとずれてしまうんで途中でやっぱりこうラインにちょっと負けてしまってっていうのも多いもんね芯に当たってないとそうやっぱりこうね打ちたい方向と思ってる方向が全然違うともう軌道も今みたいにおかしくなってくるじゃないですかだからやっぱり本当こうシンプルなんですけど地味なんですけどこういう練習を でも、こうやってもらいたいです。なるほど。やっぱり、こう、ね、ラウンド行かれる方、もちろんいらっしゃると思うんだけど、キャディー付きとかで。はいはい。やっぱキャディーさんにライン聞く時ってあるじゃん。ありますね。で、キャディーさんがボール一個とか、カップ一個とか。言うて。でも、ちゃんと向けてない方とか。そうですよね。え、そういう時、どうします。キャディーさんの選出するんですか。いや、もっと。あの、ラインを深く読んだりとか。 ああやっぱりそこは自分の責任にするんですそうですねそこはちょっと言えないじゃないですかああちょっと向いてる全然向いてないっすよみたいなああはいはいはいそう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 ないですそう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 そいそうそうそそう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 うそうそうそそうそそう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 うそ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 ううそう 違ったらタディさんも嫌だし、うん、僕もえってなるし、うんうん、やっぱ僕は聞かないんですけど白子めっちゃ聞,聞いとったやん、俺にいやだってあ KBC の時 KBC の時いやまあでもしかも一回うん一回,回何先輩これどっちですかって言ったよ <laughs> えー、<laughs> と思ってい,いつどこでいやいや聞いたって言った何番ホールですかあのなんか難しいホールねき 逆ちょっと俺イラッとしたのは1、うん、一番パーいったじゃないですかケイミーっティーショットや、うん、右パーンふかしたけどなんとかパーで、うん、2>, 2番で絶対に入れちゃいけないバンカースプーンで1回も練習ラウンドから入れちゃいけないと思ってスプーンでいったのが入ったじゃないですかいや、あれはもう結局ダブやったじゃないですかその、うん、時にティーショットパーンって言って入って,パーってしたその後に。 結構フォローやもんねって、あはよ言えよって思いる。っていうね人のせいにしてたってう。グリーン上だってグリーン上の話だから。あ、グリンの話そうだからこういうねちょっとあれですけど話がずれましたけどパターンのねやっぱり細かいアプローチでもそうです向けてる方向にフェイスが向けてれば結構いいねンに当たって。 距離感も合うんですけど、うんね、打ちたい方向にそもそもこのパターンが向けてなかったらフェースが向けてなかったら<う>軌道を変えて打つしかないのでっていう話なのでうん、うん、やっぱりなるべくこう最初はスクエアスクエアに立って、うん、打つ練習をした方がいいですねプロとかもでもいますそれで自分のラインを持ってそこに乗せて入る人もいるんですけど、うん、やっぱりちょっとこう。 やっぱこそれは高度な技術なので、<ー>やっぱなるべくこう机に立って向いている方向と、はいうん、あ自分が打ちたい方向とフェースが向いている方向が一致していれば、あんまり悪いストロークにはならないですね。そうですよね。はい。うん確かにそれは思うですね。うん、ちょっとやっぱ外に上がる人もいればねインに上がる人もいるけど、そうそうやっぱ多いにありますよね。うん フェースの形でフェースの向きで軌道をみんな今外上がったよとかなってくるんでそもそもこうきとって足がめちゃくちゃね右向いとってでもクラブはこうとフェースの向きからしたらこうがまっすぐだけどこの体のラインからしたら外に上がってるように見えるからでアウトインになってると体のラインからしたらもうちょっとねこれをもうちょっと体の方 にしてくれって言ったらめっちゃ右行くからん、ねうん、多分おかしくなるですよね、自分の感覚ええー、めっちゃ右行くやん、うん、じゃあ次どうするかって言ったらこう来とったらもっとヒールに当てて出玉をちょっとこう左にやるしかないもうこれもう死に当たらないんでもういろんなボロボロになっちゃうんでまずアドレスとか向き思ってる方向とフェースの向きが一致するまでうん、うん、ああいう練習に取り組んでもらえれば パターンよくなると思います。はい。なるほど。はい。いやいや、やっぱ向きなんですね。やっぱ向きですね。はい、やっぱアドレスがいかに大事かっていうのが。うん。やっぱこういうちっちゃい動きの時は特に大事ですね。そうだね。はい。まあ、手元でどうにかできるからこそだね。そうですね。はい、だから、やっぱショットとか大きいから。まあ、いや、ショットこそやっぱしっかりした方がいいんですけど。こういうちっちゃい動きよりかは。 ね、父親が来ても何度でもできるんで、まあ、結果がやっぱものに出ちゃうよね。そうです。それはね。そうです。ごまかしが効かないところなので。はい。ぜひね、そこは、皆さん、今日の動画の。はい。ええ、特訓をしてみてください。三本で。三本で、まあ、あのショートパッドでいいですかね。あ、ままあ、ショートパッドで十分です。はい。長いところは、ちょっと、あの。遠すぎて、向け入れてるかどうかわからないんで。ああ、なるほど。そこを、ちょっとこう、ショートパッドで。うん。まあ、一二メートル。 ぐらいのところに、ああいうクラブを置いて、ちょっとやってみてください。わかりました。はい。ね、結構練習時間とかは。一日。理想としては、どれぐらい取った方がいいとかあります。はい、体の感覚が覚える。そうですね。感覚を覚えて。30<分>まあ。うんな、三分ぐらい。いやいや、もちろん、もう、いや、多ければ、多ければ多い方が、やっぱいいんで。ね、はい。ずーっと最初は、これ違和感あると思います。最初は。うん、でも、感覚が絶対合ってくるんで、習う。 分かりました。はい、ではぜひ皆、ね、さん、えー、今のパターンのドリル、うん、ぜひ試してみてください。ありがとうございます。はい、これでしっかりパターンも芯に当たっていいコロナすると思います。はい。はい、じゃあ皆さん頑張ってください。またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。